今日はすみれ先輩に聞きたいことがある。なーに？みんなの心のつかみ方？それとも自撮りのクオリティアップかしら？ギャラクシーグランパ、ギャラクシーおじいちゃんって何？初めて聞く日本語だわ。ギャラクシーおばあちゃんもいるの？わからない。前にすみれ先輩が言っていた言葉がふと気になっていい質問ね。二人ともよーく聞きなさい。そもそもおじいちゃんのじいは何だと思う？そう言われてもね。特別な意味でもあるの？おじいちゃんのじいはアルファベットのじい。それってまさか。そうよ、ギャラクシーのじいなのよ。ギャラクシーということはギャラクシーおばあちゃんは存在しないのね。ギャラクシーおばあちゃんはいるわ。じゃあこのやりとりは何だったのよ？スミレ先輩がよく言っているギャラクシースクールアイドルも G じゃない。確かに。全宇宙の誰もが知っている、そんな眩しい存在になるとき、人はギャラクシーになるのよ。だから私はね、もしおじいちゃんになるとしても、ただのおじいちゃんじゃない、ギャラクシーおじいちゃんになりたいの。グレート、それでこそスミレ先輩。待って、そもそもおじいちゃんにはならないでしょ。そこはほら、意気込みの話ね。未来の私がたとえどんな存在であってもギャラクシーでいたいってことよ。そう言われると、分かったような、分からないような。理解してもらえたところで、恒例のやつ、いくわよ。3、2、1。ギャラクシーって、いつ恒例になったのよ。もう、いい加減ラジオ始めるわよ。ラブライブスーパースター、ゆいじょランチタイム放送局、リエラジ。式役くまちゃんこと大久保あかなです。ヘアンナスミリ役ペイちゃんことペイトンナオミです。ウィンマルガレーテ役ユイナことユイナです。私たちリエラです。よろしくお願いします。ちょっと、びっくりした、びっくりした。これはこの曲は、この曲は何ですか？今回からリエラジのオープニングテーマがテレビアニメ3期オープニング主題歌、リエラレッツビーワンになりました。10月6日より NHK E テレでテレビアニメラブライブスーパースター3期の放送がスタートしました。わー、嬉しい。皆さん第1話はご覧いただけましたか？絶対見てるよね、みんな。の見たよ見たよってしてるはずだよね。今ね、今流れてるはずだよね。見たよ見たよって言ってね、言ってね言ってね、ね、感想とかね、見たいよね。お待ちしております。お願いします。はい、そしてですね、前回のリエラジオを担当したさゆり、のぞみ、さくらちゃんからですね、メッセージが届いているんですけれども、なんだ、前回のゴーゴーリスタートでフルマラソンに調整するという方のお便りをご紹介した流れで、3人はマラソンは得意、マラソンの思い出はとのことなんですけれども、どうですか？どうだろう。ちなみになんかさゆたちが言うには、この3人はマラソンが得意そうって言ってるらしい。なんかそうやってさ、大雑把に言うのやめてほしいよね。なんかね、何も分かってないよね。なんか得意そうみたいな、なんかね、とりあえず3人はみたいな、なんかとりあえず褒めときゃいいとか思ってんだろうな。ペイだってマラソンできる？待って、ペイって私あんまりさ、でもちょっとそう思う。あんまりだって運動しないってわけじゃないけど、なんか好きじゃない？
あのお答えしよう、うん、ね私はマラソン大嫌いです、ね、そうだよね、そうだよね、嫌いって言ってたイメージあった、うん、嫌い嫌い、小学生の時にあのマラソンをしなきゃいけない朝のなんか時期に、ね、冬の時期ね、朝にマラソンをやるって時があって、あの私は一生懸命走ってたのに、あの足が遅すぎてなんかとろすぎてあのサボってるっていう風に見られてしまい先生からお説教されたことがあり、なんでひどくない、ひどい、ひどくないですか、一生懸命走ってんのに足が遅いからってへばってるからってもっとちゃんと走りなさいって、ほらまるまるちゃんはもう10周も走ってるんだよとか、あ、比べちゃダメよ、比べちゃダメだよ人それぞれだからね、不得意不得意は、そうですよ、はい、お二人はあれ大久保さん得意じゃない？私ね、あのちっちゃい頃は苦手だったんだけど、うんうん、なんかあの運動し、例えばバスケとかやってたんですけど、うんうん、バスケとかですごい鍛えられて、そこからなんか自然と速くなったっていうか、なんか、うん、鍛えられた感じをしますね。だからいや今はちょっと難しいかもしれない。あ、でも言っちゃってるからね、あのリエラの体力王になれると思うって。じゃあだから体力とさマラソンはちゃうやん。あ、まあでもね、まあ、ちょっと似たようなところもありますよ。いやいや、ちょっとマラソンはね、精神統一なんですよ。いや、わかるわかる、まあまあまあね、あの、ほんと無にして走らないと、うん、本当にもう、あの、全然、全然違うジャンルなわけよ、まあ、マラソンって、はい、もうね、あれね、でも精神的にもしんどいね。あ、ゆいなは負けず嫌いだから、もうそういうの向いてそうなんだ。ね、すごいなんかイメージある。でもめちゃくちゃ負けず嫌いだから、うん、でもなんかシャトルランあったじゃない。あった、うん、あれでさ残りたくてさ、うん、すんごいしんどいのにさ、もう意地ででも最後まで残りきるように頑張ってた記憶ある。かっこいいけどしんどかったいやそりゃそうだよ。でもすごいなんか気持ちの持っていき方というか、そうよ、かっこいいなと思った。モチベの問題よ、モチベ、マラソンなんて。そっか、ね、え、そうなんだ。いやそうでしょ。だってどれだけこうなんか忍耐力というかさ、自分との戦いかっていうことだと思うよ、うんうん、そうだよ、うん、自信持って、自信元、うん、ちょっと。え、シャトルランはどれだけできたの？え、わかんないの。でも数字覚えてなくて。え？え？数字が大事でしょ、シャトルランっていうのはさ。大事でしょ？どう、100とか？いや、そんないかないはずよ。100もいけるの？100いってる子いなかった？いたいたいたよね。いたいたいた。だから、そうだよね。そうだよね、うん、え、60ってどんなもん？60すごくない？嘘かな。じゃあ私60の気分かんないけど嘘な気がする。いやいやいや、60すごいよ。シャトルラン何回ぐらい行ったことある？え、覚えてないよね。え、でも15とかじゃなかったっけ？え、待って、かわいい。それよりは小学校1年生の時は8でした。え、待って、 8？ 本当に体力なくて、そう、すぐ苦しくなっちゃうの。そうだから今ライブの時の体力すごいって言ってくれてるけど、うん、なんだ、多分スーちゃんとして立ってるとスーちゃんのパワーももらってるから、その分動けるんだと思う。すげー。そうまあなんか、いや違う違う、どこまでもプロ意識が高いなってちょっと思って、うん、なんか それはすごいですわ。そう、シャトルラン8だから。すごい。え、待って、ちなみにそれで言うとさ、50m 走何秒ぐらいか覚えてる？ 50m は、でも中学生の時は短距離は大丈夫なの。あ、そうなんだ。だから9秒とかだった。おー、まあ普通っちゃ普通かなぐらい。あ、でもそう、確かに15秒とか言ったらどうしようかひどいな。ね、ひどいよ。なんで？ひどいよ。なんか15秒とか言ったらどうしようって、なんかもう笑う前提で言ってるけど、もう本当にひどい。待って、ひどい。ひどいよね。私は泣いちゃった。ペイが泣いちゃった。待って。あなたが先に言ったんだよね。悪い顔しそうよ。悪い顔しそうよ。本当に。クマは、クマは何回だったの？シャトルラン？でも私も60、70ぐらいまで行ってたと思う。かっこいい。100前まで行ってたと思うよ。うわ、すごい。すごい、なんか、バチがいいじゃん私。今ちょっとブース出てこっかな。なんでよ。なんでよ。全然だよ、もう。まあだからさ、なんかやってたさ、そのスポーツとかで全然変わってくるじゃん。確かに。それはそうよ。そうそう。だからいいのよ。だね。
だよ。いいよね。だよ。それぞれみんな違ってみんないいんですから。みんないいんだから。そうだよね。本当に。この話で1時間終わっちゃいそう。やばい。じゃあ私この2人といたらもう時間忘れるのよ。喋っちゃうよね。喋っちゃうの。マラソンでこんな盛り上がると思ってなかったですね。だね。ね。はい。まあまあスカートじゃない。スタートね。あの駆け出し。いいですね。あの1話始まりまして、はい、あの私たちこれからもねこうやって駆け出していこうっていうことで、うん、走っていきましょう。どこまでも、はい、走っていきましょう、うん、ということで皆さん本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジレッツスーパースタート。ラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジ。皆さんからのお便りを紹介する結ヶ丘女子高等学校投書箱のコーナー、せーの投書箱。それではメールをご紹介しましょう。はい、リエラジネーム久保さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。9月18日についにリエラフィフスライブのブルーレイメモリアルボックスが発売されましたね、うんうんうん、僕が初めて参加したリエラのライブがフィフス福岡公演だったので思い出がたくさん詰まっています、うん、何度も見返して楽しみたいと思いますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネーム今一つおかしな人さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フィフスライブのメモリアルボックスを購入させていただきました。ありがとうございます。ノンフィクションやスタートトゥルードリームスなどテレビアニメ一期の楽曲の11人バージョンを聴くことができて、うん、涙が出るほど嬉しかったです。3期生の歌う姿からは初々しさを、2期生からは成長を感じ、1期生からは安心感を感じましたとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームカボさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リエラフィフスラブライブツインクルトライアングルブルーレイメモリアルボックス購入しました、うん、ありがとうございます。私にとって初めて全通したライブということもありとても思い出に残っています。1曲目から予想もつかないセトリの連発でとにかく楽しい時間を過ごしたのを覚えています。中でも印象に残っているのは東京公演2日目の2期生のお話です、うんうん、ライブが始まる前に演じを組んでいたお話、感極まって涙してしまったヤブちゃんと支えるクマちゃん、エモリン、ノンちゃん、ライブ当日に MC を聞いていた時から2期生の絆を感じていましたが、メイキング映像を見たことでより2期生の絆を感じ、今まで以上に2期生のことが好きになりましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてリラジネームモミーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フィフスライブのブルーレイボックスを手に入れましたよ。ありがとう。フィフスライブで特に好きだったのはやはりユニットがパフォーマンスをして次のユニットへとつなぐところですね、うんうん、あそこは特にきたーとテンションが上がりましたといただきました。ありがとうございます。続いてリエラジネームサファイアさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フィフスライブのブルーレイを見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回驚いたのはステージ上から客席を映したカットが多いことです。ライブ中にリエラの皆さんがどんな景色を見ているのかを知れたのはかなり貴重だなと感じています。大勢の注目が集まる中堂々とパフォーマンスをするリエラの皆さんのことを改めて尊敬しましたし応援しようと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しいメッセージがこんなにたくさん来ておりますけれども、うん、そうなんですよね。改めましてあの9月18日にラブライブスーパースターリエラフィフスラブライブトゥインクルトライアングルブルーレイメモリアルボックスをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっと懐かしさも感じるよね。結構前のことに感じる、はい、けど、ね、でもまだ今年ですから ね、 そうなんだよね。今年の1月2月、うん、そう福岡と東京ですね。わあ。うわえ老けちゃったねえ。あるよ。あるよね。まあ、なんて言ってもシェキラーね、ね、披露させていただいたんですけれども、うん、あの衣装も多分だからあれよね、初めて。そうよね。ね、来てっていう感じだったんですけれども。そうだね。
なんか初めてのこと多かった気がする、ね、なんか11人でこの曲やったことないみたいなのが結構あった、うんうん、スタートツールドリームスもさそうだね、そうだし、いっぱいそういう楽曲があったからなんかすごいね、なんかでもそれも多分テーマに含まれてたんだと思うよね、うんうんうん、その11人でなんか新たな挑戦って言ったらいいのかな、ね、うん、今までの楽曲も披露するね、うん、とかもそうだしね、すごいいいね、うん、あとやっぱこうね、あの言っていただいたと思うんですけど、うん、あのユニットごととかね、うん、まあ、披露ももちろんあったし、なんかそれぞれ学年ごとで、うん、そうだね、お披露目もしたので、そうよ、そうそうそう、ね、ね、そのなんかなんて言ったの、1期生2期生3期生のこの三角形がこう一つになってというか、うん、だからなんかそれぞれ違ったあのパフォーマンスで、うん、あの、うん、お見せできたことはすごくなんか良かったかなと思うし、また新しいこのライブパフォーマンスと言ったらいいかな、なんか構成と言ったらいいのかな、うんうんうん、なんかそういったライブだったかなと思います。わかる、わかる、いいよね。なんかやっぱり私はこういうブルーレイとかで、うん、あのライブの映像、本編の映像ももちろん楽しみなんですけど、うんうん、やっぱりメイキングがついてくるっていうのがやっぱり嬉しいポイントでもあるかなと思うので、こうしてねメイキングの、2期生の絆を感じる場面とかも、うん、あって、あ、思いました、照れてちょっと照れちゃってる、思いました、なんか ねちょっと結構さ、そのなんだろう、カメラ撮られてるってあんま分からんくない、うん、なんか確かにすごい上手にさ、そう、角度見つけて、ね、撮ってくださるよね、そう、だからさ、私たちもさ、もうそれがありのままだからさ、うん、その舞台裏が、うんうん、本当になんか別に なんて言ったらいいの、作ってるとかそういうのが全くないからこそ、なんかこう改めて見た時に、あーこんなのあったんだみたいな、あ、こんなところ映ってたんだ、撮られてたんだ、わかるわかる、でもペイはめっちゃあの映りに行くのだから言うなよ、毎回のメイキングでめっちゃペイいるやんみたいな、言うなよ、恥ずかしいじゃないか、今日は最終リハです、かわいい、そうだよ、ちゃんとあのやっぱね大事、言わなきゃわからないと思う、ね、回してくれる人がいないとやっぱ、ねえねえねえ、メイキング内でも回しは大事、ねえねえ、そうよ、まあね、あのいくらでもね字幕とかで、あの今日は最終リハですみたいなつけられるけれども、うん、やっぱり自分のね口から、うん、なんか今日は最終リハです頑張りますみたいなことを言った方が、うんうんうん、なんか私も温度感がね伝わるね、そう、温度感も伝わるし、私も気合が入る、よし、確かに改めてね、その日だっていう感覚になるからね、そう、でそれを後から見返した時に、あ、すごい気合入ってるな私って後からね、後からね、え、自分で思うの、それ見て思う思う、あ、キラキラしてるなって思う、かわいい、ね、かわいい、かわいい、かわいいんだけど、キラキラこの子いつだってキラキラしてるよ、本当だよ、今もキラキラしとるよ、あ、本当に、なんかさ、お決まりのなんかさ、笑い方すごくない今のすごい、めっちゃ似てる、今やったよね、似てる私もそれやりたい、何今のやって、待って、ゆいのやって、ゆいのやってわかだ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 え、待って、ね、上手よね、待って、めっちゃ似てるペイの笑い方上手じゃない、えめっちゃ似てるよ、恥ずかしいめっちゃ似てる、恥ずかしいモノマネで追加しといて、恥ずかしい、ほんといじってくるよねいつも、あれあれあれ、でもさっき、うん、始まる前に、うん、私なんか最近無視されるのみたいな誰にじゃあ私がボケても無視されちゃうから、もうみんなちゃんとボケは拾ってって、違う違う違う、あのね違う、ペイのボケはあの領域を超えてるのよ、え、そう、一回わかるでしょ、ね、わかるよね、ねえ、話がそれてる、ちょっと大丈夫、そうそう、え、本当に本当に一回みんなが次元をフュッていかないと、そうそうそう、一旦考えなきゃいけないの、シュッて行ってから戻ってんだよ、あ、そういうこと、本当に、そうそうそう、あ、だからその拾ってほしいボケみたいなのはさ、わかりやすいじゃん、うん、あ、うん、こういう風に拾ってほしいんだなってさ提示するわけじゃん、そのボケもさ、だからさペイは違うのよ、一方通行なのよボケがこの子だけの世界観があって、この子のボケがあって、でも私たちはそうついていけないのよ、えみたいな、そう、でもあれがいいよ、めっちゃおもろいから、そう、あれが面白いのよ、めっちゃおもろい、それ貫いてほしいよね、そう、えファーってやってよ最後にね、ファー締めとして、いやもうちょっと待って、本当にあのじゃあ、わびうふふをやりたいと思います。どういう
いやちょっと話がそれてしまって、うん、で大変申し訳ございませんでした。もう次行こう。で本当にこれはこれで終わって大丈夫。めっちゃめっちゃいいお便りだった。でもむせちゃったむせちゃった。いやでも本当に、うん、皆さんありがとうございます。たくさんのメールを。はい、あのフィフスはね、あの発売中ですから、あの、うん、何回でもあの見返して、はい、あの何回でもあのあの時の思い出を蘇らせてください、うん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ございます。続いてリエラジネームキノッピーさんからいただきました。ラブライブスーパースター公式サイトのメンバー紹介でメンバーごとの冬制服、夏制服、テレビアニメのオープニング衣装姿が見れるようになっているのですね、うん、しかも拡大機能付き。今頃気がついてすみません。メンバーのいろいろな表情も見られて楽しいですね、うんうん、個人的には鬼塚ともりちゃんの冬服2の表情がたまりませんでした、うん、姉じゃラブって表情でしょうか。テレビアニメ3期が始まると衣装のバリエーションが増えるのかもと期待をしているので今後も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございま す。ということで一期生はねいっぱいあるもんね。確かに。そうだね。そうだよね。そうだね。そうだね。あら、えちょっとさ、ええ今実際にさ、なになに、あそういうことね、見てみようよ。え見たい見たい、ね、待って、かわいい。 あこういうことなんだ。ああへー。あのプラスマイナスボタンがあって、かのんちゃんが近づいたり遠のいたり今してます。すごい、かわいい。ワンクリックでってことだね。そう、ワンクリックでプラスボタンを押すとちょっと大きめになって、うんうん、下にこのラインナップがあるわけですよ、うんうん、冬制服、ね、お洋服。ああこれでこのね変えられるわけですね、うん、ね、ね、ちょっとせっかくだからそれぞれのメンバーを、そうですね、ちょっと見ていきましょうよ。じゃあ部屋のすみれさんから。いいんですか、すーちゃんから。すーちゃん、すーちゃんかわいいね。すーちゃんかわいいね。かわいいね。ちょっと今冬服、冬制服1を今見てます。ちなみにさ、このいっぱいの中だとさ、どのさ、すーちゃんがお気に入りなの、うん、わーそうだな、これも、あーなんか夏制服1もかわいいし、うん、2もなんか大人っぽく成長してて好きだけど、うんうん、あとテレビアニメ1のオープニング衣装もかわいい、うん、あわあかわいい。オープニング衣装も見れるんだね。ねえ、じゃあ今後確かに。やあーでもかわいい、かわいい。なんか2期の時のライダース衣装、うん、あの青いライダースなんですよ、ね、すーちゃんは青とピンクがいて、すーちゃん青担当なんだけど、うんうんうん、かわいい。そう、青似合うんだよね。かわいいです。これかな、私はテレビアニメ2期の、オープニング衣装のすーちゃんがお気に入りです。いいじゃん、これめっちゃかわいい。なびき方がいい。しきちゃん、しきちゃん、そう髪のなびき方がねかわいいんだよ。あ、しきちゃんですよ今。あいいね、いいね。夏制服も爽やかになるよね。あ、白衣いっちゃった。これ、うん、これですか。いやでもまだありますから、オープニングがね。そう、はいはいはい、これも。うわ、オープニングのこの2期の衣装だからさ、しきがピンクを着るなんて、ね、ちょっと意外だななんて思ってました、うんうん、当時は、ね、寒色系がなんかイメージあるもんね。確かにね。うわどれだろうな、どれがお気に入りですか。まあでもこのね、白衣なびいてるのがやっぱらし、まあ、らしいんじゃないですか。わかる、らしいね、かわいい、らしさは出てるわ確かに、うんうん、じゃあこちらで、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 うん、やっぱなんか これアクスタになった時にさ、こうなんかさ、こう 幅がね、わかる、なんか一人だけすごい、いいよね、ね、目立っていいよねこれね。めっちゃいいと思う、いい、これいい。じゃあこちらで、目立ってこう、目立ってこう、目立ってこう、うん、目立ってなんぼだ、うん、よし、じゃあ次はこれ、マルガレーテちゃん。マルちゃん、マルちゃん、かわいい、かわいいね、かわいい。わ、好きよ、これも好きなのよ。表情かわいい、大好き。髪のなびき方がすごいよね。あああ、こもだからさ、髪の毛でもいつもさ、アクスタが、うん、いい感じだよ。あ、そうね、広がっていくのね。うん、ね、選びにくい、ちょっと待って。でもいつも結構ドヤっとしてるの多いから、うん、あえてのやっぱ冬服に、うん、冬服にちょっと口をポッてしてるのが可愛いなって思うので。可愛いね。うん。冬服にお気に入り。っていう感じでね、はい、いっぱい遊べますからね、うん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 、いっぱいお顔も見て、うんうん、ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。
はい、ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございまし た, ました。それではここで1曲お届けしましょう。お届けするのは10月23日水曜日にリリースさせていただきますテレビアニメラブライブスーパースター3期オープニング主題歌よりリエラでレッツビーワンです。さっきはこう上から おしゃべりしてましたから、うん、じっくり聞いていただいて、うん、はい、それではいきますよ、うん、それではお聞きください。リエラでレッツ B1。 約束をしよう、いつだって僕ら一つなんだ、さあ進もう。ただ胸が高鳴って、ただ追いかけてるんだ、何かのためじゃない、ただ大好きだから夢見るんだ。ラブライブスーパースター情報。まずは10月4日6日に開催させていただきましたラブライブシリーズアジアツアー2024みんなで叶える物語甲州公演、上海公演に会場配信で参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして10月14日月曜日いっぱいまで上海公演のアーカイブが配信中です。皆さんぜひチェックしてください。そして現在テレビアニメラブライブスーパースター3期が毎週日曜午後5時から NHK E テレにて放送中です。今週10月13日日曜日は第2話が放送予定です。ぜひチェックしてください。続いて CD 情報です。ついに放送がスタートしたテレビアニメラブライブスーパースター3期の第1話でオープニング主題歌とエンディング主題歌がオンエアされました、うん、オープニング主題歌リエラでレッツ B1、 エンディング主題歌リエラで大好きフルパワー。10月23日水曜日にオープニング主題歌エンディング主題歌の2枚を同時リリースさせていただきます。ありがとうございます。さらにオープニング主題歌レッツ B1 は来週月曜日10月14日より各種音楽配信サイトにて一足先にフルサイズで先行配信させていただきます。ぜひチェックしてください。10月28日月曜日にはテレビアニメラブライブスーパースター3期オープニング&エンディングのリリースイベントを開催させていただきます。こちらのイベントの模様は YouTube のラブライブシリーズ公式チャンネルにて無料生配信されます。皆さんのご参加お待ちしています。さらに12月11日にはラブライブスーパースターニューシングル2をリリースさせていただきます。こちらの早期予約特典は2年生デフォルメイラストステッカーです。対象店舗にて CD をご予約いただくと CD1 枚につき1枚、全4種からランダムでお渡しさせていただきます。こちらは10月21日月曜日までにご予約いただいた方が対象ですので、ご予約をお忘れなく。続いてブルーレイ情報です。12月25日よりテレビアニメ3期のブルーレイシリーズの発売が決定いたしました。詳しくは公式ホームページをチェックしてください。グッズ情報です。
公式通販サイト結ヶ丘女子購買部にてテレビアニメ3期話数連動メモリアルアイテムの予約受付がスタートいたしました。現在第1話のメモリアルアイテムリエラメガホンの予約が受付中です。おお、メガホン、メガホンがそうやって使いか、そういう使い方、悪い使い方を今してまして、メガホンを覗くとじゃーんって何かが見えると思いますので。今何が見えたの？大熊若菜、大熊若菜の笑顔、笑顔皆さんもぜひ中身覗いたらいるかもしれないのでね。メガホン、大熊若菜がいるかもしれない、見ちゃうよ。メガホンは声を大きくするために使うものなので、決して覗かないように。覗いてもいいけどね、はい、覗いても何もないけどね、一旦覗いてみよっか。皆さん、はい、楽しんでください。はい、こちらの商品は予約数のみを製造する受注限定生産となります。受付期間は10月23日水曜日23時59分までとなります。この機会をお見逃しなく。ラブライブオフィシャルカードゲームのお知らせです。完全新作のオリジナルカードゲームラブライブシリーズオフィシャルカードゲームが2025年2月に発売されます。ありがとうございます。今月末にはこちらのオリジナルカードゲームの最新情報が解禁される生放送をお届けする予定です。商品情報、イベント周りの詳細、基本ルールについてなど気になる最新情報が解禁されるそうなので、ぜひお楽しみに。生放送のお知らせです。テレビアニメ3期第1話放送を記念して10月11日金曜日20時よりリエラ生放送、テレビアニメ3期もみんなでレッツ B1 大好きフルパワーで生放送をお届けします。今回はリエラ11人での出演となります。そして生放送では皆様からのお便りやテレビアニメ3期第1話の感想もお待ちしております。すべてのお便りは公式ホームページのメールフォームからお送りください。雑誌情報です。10月3日にメイデンボリューム5が発売されました。こちらはリエラより伊達さゆり、江守彩、坂倉さくらが表紙関東特集を飾らせていただいております。皆さんぜひチェックしてくださいね。そして10月4日発売の日経エンタテイメント11月号にリエラの恩が掲載中です。今月は伊達さゆりがユニットライブ&ファンミーティングツアーを含めた8月9月の振り返りとテレビアニメ3期について語っております。ぜひチェックしてください。今回お知らせしたすべての情報の詳細は動画の概要欄からご確認ください。以上お知らせでした。ラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。あっという間ですけれども、ここで次回の放送情報です。次回10月15日火曜日更新予定の第190回放送も大熊若菜とペイトン直美とゆいなの3人でお届けします。そしてさらにその次の10月22日更新予定の第191回放送は青山渚、矢島茜、江守彩の3人でお届けします。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。もう今日はオープニング飛ばしすぎましたね。いっぱい話しすぎた、話しすぎちゃった。そしてなんとリエラジエンディングテーマソングも大好きフルパワーになりました。やったもうね、リエラジでもテレビアニメ3期盛り上げていく気満々ですから。いやもうこれはね、はい、もう本当にもう使命ですから、うん、私たちの ね、うん、次のテレビアニメ3期の第2話の放送が10月13日ですので、皆さんぜひチェックしてください、うん、お願いします。お願いします。それでは今回のラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジはここまで。お相手は若菜式役大熊若菜とヘアンナスミリ役ペイトン直美とウィンマルガレット役ユイナでした。またねー。